ゴールデンウィーク最終日となりました。ゴールデンウィーク明けのね、精神的ダメージを少しでも減らせるように準備していきましょう。改めましてどうも、あいちです。このチャンネルは月曜日の16時半に動画投稿することが多いんですが、今回はどうしてもね、ゴールデンウィーク最終日に見てほしかったので、日曜日の朝9時に投稿させてもらいました。で、今回伝えるポイントは、今日やってほしいことが一つ、明日以降に意識してほしいことが一つです。で、今日やることに関してなんですが、これは5月7日に見てくれてること前提になっちゃうんですけど、まだ今日時間がね残ってるんであれば、今から15分でいいです。少なくとも15分でいいので、本気の15分を1回作ってください。ゴールデンウィークだけじゃなくて、夏休みとかの長期休暇もそうなんですけど、やっぱり人ってね、簡単にスイッチ切り替わらないんですよね。なので、学校が始まった日ではなくて、その前日のとあるタイミングからもうスイッチを入れちゃうんです。そのスイッチを入れるために15分でいいんで、本気で集中してやる。で、やることももちろん決めるんですよ。決めた量ここでやるぞっていう時間を今から作ってみてください。それをしたからといって、みんながみんなね、スイッチが切り替わるってわけではないです。多分私もあんま得意ではないので、そんな気持ちよく変わるタイプではないんですけど、前日からスイッチを入れようとしておくと、心と体の準備ができます。で、その準備をした状態で明日を迎えることができると、やっぱりつまずきにくくなりますので、ぜひ、今からね、15分でいいです。盛りだくさんしちゃダメだよ。いっぱいやんなくても構わないので、本気の時間、よし、スイッチを入れるためにこの時間だけやるぞって決めて、ぜひチャレンジしてみてください。そして明日からの過ごし方なんですが、先週のね、動画でも話したように、3連休とか祝日がないんですよね。5日稼働がずっと続いていきます。そして1ヶ月経った後とか、ゴールデンウィーク明けとか、いろんな要素が相まって、ものすごく疲れやすいし、体調も崩しやすいし、精神的にも病みやすくなるんですよ。そのためにまず一つ目が、すごい基礎的なとこなんですけども、ちゃんと食べて、ちゃんと寝るっていう生活習慣を崩さないっていうところを大事にしてください。そして二つ目が、私が動画でよく言う言葉ですけど、0より1と、これを意識していきましょう。先週の動画で私もゴールデンウィーク中にやることって発表させてもらいましたけど、きっとみんなも何かを決めてくれたと思ってます。で、その決めてくれたことっていうのは、みんなが頑張ろうと思ってることですよね。ただこのゴールデンウィーク明けっていうのは、精神的にも肉体的にも本当に疲れやすい。だから気持ちの波も激しくなっちゃうんですよ。頑張れるって思う時もあれば、もう無理無理ってなる時もあると思うんです。みんなが頑張ろうと思ってることがね。でも、ゼロ、何もしない日を作ってしまうと、それが後々病んじゃうんですよ。自分が、うわ、何もしなかったって。もちろんそれを、今日は休みの日とリフレッシュ日、オフの日って割り切れる方は全然それでいいんです。でも、自分の性格を振り返った時に、それが難しそうと思う方は、ゼロを作らない。とにかく1でいいんです。だって英単語1個とか数学の問題1問でもいい。ゼロじゃなかったって。こんだけ辛くて、こんだけ疲れて、もう無理って思ってるけど、一つだけ一歩でも進んだっていう風に意識してやっていきましょう。一歩だけって思う方もいるかもしれないです。もちろん一歩より5歩のがいいし、5歩より10歩のがいいですよね。100歩のがいいわけです。もちろんそう。もちろんそうだけど、やっぱり毎日そうはいかないんだって。だから、ゼロを作らない。どんなに辛くても一歩は前に出た。昨日よりちょっと一歩だけ前に進められた。レベルが上がったって。それをちゃんと認めてあげる。一歩進むってことも大事なんだけど、それでいいよって、よく頑張ったよって自分に言ってやる。言ってやっていいから。いいんだって、一歩だって。すげえ素敵な一歩だから、それは。だから、それを意識してもらえると、徐々に、まあ、ゴールデンウィーク明けの体も慣れてきて、心もついてきて、ちょっとね、一歩だったのが2歩3歩って多く歩ける日ができてくるから。だから、ぜひね、その0より1っていうのを意識して過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。正直な気持ち言っていいですか？今までの正直な気持ちですよ。本心で伝えてるんですけど、正直、もう生きてるだけで100点じゃねって思ってます。自分に対してもみんなに対しても。だから、頑張れなかったとか何もできなかったゼロの日があったっていいじゃんって思ってる。生きてるだけでいいんだって思うんだけど、でも、自分もそうだし、いろんなね、こう子供たちね、教えてくる、接してくる中で、やっぱりそれじゃあ、自分のメンタルが保てない子が多いなって思ったんです。だから、0より1って、1ってすごく、その違いってめちゃめちゃ大きいのよ。やっぱ0と1ってね。だから、一歩でいいから進んでいこうって、本当はもう生きてるだけでも十分で100点だぜって思ってんだけど、でも、その思いとプラスして、
でも0より1にした方がきっとみんなのメンタルが自分で自分をこう維持しやすくなるんじゃないかなって、まあ、そんなヒントになるかなと思って今回ね喋らせてもらいました。はい、ということで、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。来週ねまた何か喋っていきますので、来週また月曜日に投稿しますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは明日から1週間きっとねなかなか辛いやなって思う方もいるかもしれないですけど、皆さんのこの1週間がよりいいものというか、ちょっとでもねいいことが起きることを心から願っておりますので、ぜひねお互いいい習慣にしていきましょう。それじゃあ、はい今週1週間も私も頑張っていきます。また来週お会いしましょう。それじゃあまたねバイバイ。最後グダった